ライブ配信中で。YouTube 側は118人が今見てます。あ、また。イェーイ！メリークリスマス。あ、出た？ちょっと待って。こっち側の音声を消して、どんなに寄ってきたんだけど。こんにちは。こんばんはですね、皆さん。クリスマスのシーズンがやってきました。ゆうとサンタでございます。はい、今はですね YouTube の方と TikTok の方で、騒がしてもらってます。ちゃんと声聞こえますか？声聞こえますか？声聞こえますか？大丈夫ですね。めっちゃコメントあれ取る。聞こえてる？ OK です。はい、大丈夫ですかね。はい、皆さん、素敵なクリスマスを過ごしているでしょうか。私は見ての通り、過ごしております。はい、そうですね。とりあえず、素敵な日ということで、お酒を飲もうかなという、まあ、アルコールないんですけど、皆さん何してました？今日お仕事でしたよね。でも普通に普通でいてはやめてください。こういうコンセプトな、ね、よし、チャンスすみません、すみません、チャンス。はい、バイトしてました。お疲れ様です。顔ほとんど隠れてる。すみません。なかなかね、こんな、うわ、やだな、これ。矢印。開ければいいんですか？うわ、きつ。俺、やだよ。いきます！やだ！うわ。やばい。こんなさんとも嫌だ。マジで？本当に？うわ。いつ？いつよ。いつ？いつ？どのよ。普通に開いたという。はい、わしょーい。やばいやばいもう。よし。じゃあちょっと飲みますか。皆さんメリークリスマース！ありがとうございます。適当な拍手ありがとうございます。ワイワイしております、こっち。ああ、面白い。はい、皆さん、コップを持ってください。Everyone, put your hands up。こんなイケイケなサンタ嫌ですよね。だからどっか音声流れてない。OK、大丈夫。メリークリスマース。あ、ちょっと待って、あれ大丈夫？あれ？あ、TikTok 一回切ります。設定で一回切ります。はい、ちょっと飲みますね。熱いのこれ。なんで後ろ。はい、リクリスマス。はい、じゃあ質問コーナー行きたいと思う。急すぎる。質問コーナーへ行きたいと思います。イブは何してたの？本当何もしなかったです、自分。唐突な質問コーナー。はい。サンタそういう流れないからね。
あ、TikTok 大丈夫ですか。はい、何歳まで3、え、これ大丈夫じゃあ質問変えましょう。何歳までプレゼントをもらっていましたか。サンタさんからね。言うて本当に自分中学生になった途端にサンタは来なくなりましたね。悲しいことに。はい。皆さんは何、いつまでもらってましたか、プレゼント。ああ、ほら、みんなやっぱ中学生ですよね。LINE は。意外とサンタ厳しいよね。だから小学生のうちに欲しいものいっぱい考えてください、皆さん。はい、次行きます。あ、クリスマスデート行くならどこに行きたい？どこですかね。でもなんか凍ってる湖とか良さそうですけどね。はい、次行きます。そうね、静かに行きます。大丈夫ですか。はい、クリスマスの思い出は、クリスマスの思い出は本当にでも何でしょうね、欲しいプレゼントを、はい、ちょっと思い出してたんですけど、欲しいプレゼントをもらえた時がすごい嬉しかったのを覚えてます。あとなんかクリスマスってケーキとかチキンとか食べれるじゃないですか。だからちょっと待って、なんかじわるんですけど、この格好で真面目に話してるの。何もらったの？なんかエアガンとか小5の時にもらってた覚えがあります。はい、はい、クリスマスと聞いて連想するものは何でしょうね。クリスマスと言ったら何でしょうね。はい、次行きます。特になし。熱っ。クリスマスプレゼントをもらえるとしたら何が欲しい。本当には物欲がなくてですね、何でしょう。皆さん何が欲しいですか。でも本当にこの25になってなんか欲しいものっていうのが本当にないんですよ。だからなんかね、その自分の大切な人たちとこうやって過ごせる時間があればいいかなっていう感じです。鼻かみます。皆さん今日残業でしたか。あ、よし行こう。あ、早上がりでした。お疲れ様です。はい、子供の頃にサンタさんにお願いしたプレゼントは、いや、なんか意外とドラクエとか、なんでしょうね。すごい、その、当時小学校で流行ってたゲーム機、カードゲームとかをもらってました、自分は。本当に純粋な子供でした。何？あ、コメント。はい、じゃあ TikTok のコメント読みます。足立、残業、ドラクエやってたよ、今は。今やってんの？おひげ取らないの？
まだ仕事中だよ。やっぱね、25日月曜ですからね。すごいね、でも本当 YouTube と TikTok 同時で見てる方がいる。ひげ長すぎん？それな。そうだよね、皆さん。皆さんがそうやって一生懸命動いてくださるから、世界は動いてます。ありがとうございます。あ、ラス1ですね。ラス1じゃあいい。え？違う。あ、早い早い今何分ですか？お前はどこか置いて1分です。さあ盛り上がってきました。ラス1をどう伸ばすかね、すごい準備してくださってすいませんね。そう、スタッフさんが今ね、すごいんで、すごい準備してくださって、後で何か作るみたいなやつもあるので、はい、まだ10分しか経ってないんだ。これもう40分ぐらいやってる感じなんだけど。はい、行きます。足立家のクリスマスの過ごし方、よいしょ。足立家はですね、24日の朝にプレゼントが来てました。本当は24日から25に移るときにプレゼントがあるはずだと思うんですけど、なぜか足立家1日早いという、はい、そうですね。あとクリスマスは、本当子供たちが食べたい、お寿司だったり、ケーキだったり、でちゃんとクリスマスは、過ごしていました。はい。誰？親の都合だなって言ったのやめなさい。そういうやつ。どんなケーキが好き？いい質問です。でも、なんかモンブランとかが好きですね。自分チーズケーキが食べれないので、モンブランとかが好きでした。普通にツリーえぐれてんの気になる。直しましょう。どっち？あ、諦めます。クリスマスでお兄ちゃんとお姉ちゃんと喧嘩にならなかった。あ、でもね、意外とプレゼント3つあったので、その辺、はい、喧嘩はしなかったかな。さあ、やってまいりました。今日の、下手くそ。これね、投げるの。はい。今ですね、回転寿司システムで、スポンジの方がやってまいりました。さて、何をするのかと言いますと、本日クリスマス。今宵はクリスマスでございます。ケーキを作ろうのコーナー。よし。さて、皆さん、お手元に、ケーキのスポンジを準備してください。はい、工程は簡単です。まず手袋をしましょう。衛生的にもね。はい、モンブランは作りません。はい、お手元に手袋を準備していただき、手袋をはめる感じです。ケーキのテーマを教えてください。はい、心もトッピング、名付けて、ショートケーキ。やばい、適当。聞いてない？皆さん、準備しない？心もトッピングって何ですか？よし、行きますか。
まずお手元にスポンジを準備しまして、ありがとうございます。ホイップスプレーを準備してください。ね、一段層目はクリームたっぷりでいきましょう。皆さんケーキ食べました？でも、はい、じゃあクリームを塗っていきます。もしお母さん方見ていらっしゃったら、ちょっと塗り方教えてください。クリームをどう塗ればいい感じになりますか？あ、やばい、下手くそか、降ってきた、すいません。ぬりぬりするんで OK です。そう、このホイップクリームってあんまりいじらない方がいいよね。はい、ちょっと寝てる最中暇なので、ダットガールのじゃあ曲のやつを話しますか。皆さん、ダットガールは聞きましたか？ここ日本か、日本でございます。日本です。聞いたよ、ありがとうございます。ありがとう、みんな。本当にね、楽しい。サイン会も限定でやったんですけど、来てくださる皆さん、本当に熱いメッセージを伝えてくださり、本当に楽しかったです。毎日聞いてる、ありがとう。誰笑ったの？集中。やばい。うわ、隠そう。なになに？あ、フルーツ入れていいんですか？生クリームだけでいこうとしてた。じゃあ、桃ですね。じゃあ皆さん、桃を準備してください。へい！あ、ちょっと鼻水出てきちゃった。あ、すみません、ありがとうございます。ヒゲ取っていいかな？ちょっとメイクしてないので今日心配なんです。大丈夫かな？みんなヒゲ取りますね。はい、取った。よし、暑かった。声もこもらず聞こえるでしょう。いやでも、ね、本当にケーキ作るのなんて、あ、まあ、ここは、リンクでやっております。はい、もも準備してください。果物あるだけ美味しいですからね。
桃ないその辺の果物で応用してください。よし、じゃあ次は違う七味いちご、いちごをじゃあいきます。見て、あ、切ってない、切ります、すいません。そうだよね。いや、本当にみんな仲いいんだよ、ここ本当に。じゃあいちごを皆さんトッピングしてください。あ、半分だよね。じゃあ一回戻します。違う、なんかプレッシャー感じるから、みんな立ってると、みんな立ってると。はい、行きます。これがクリスマスよね、本当に。もし子供がいるお父さんお母さん、一緒に作ってあげてください。意外と大人になっても子供は覚えてるもんですからね。贅沢だね、こんなん。ね、これがクリスマスだよね。よし、じゃあ、かわいいハートでいきましょう。うまい。はい、じゃあ証拠隠滅、うん、出よ。こっからがちょっとどうこの子たちを隠すかっていう。なんか涙出てくる。あ、それか。大丈夫でした。大丈夫です。わけわかんなくなってきちゃった。すいません、ちょっと。カバーします。カバーします。いや、もうみんなクリスマス過ぎたら本当年末ですよ。2024年ですよ。塗り方じわる。じゃあ2024年はどんな年にしたいですか？いいんだよ、味が良ければいいんだ、気持ちがこもってればいいんだ。え、結構丸見え。スポンジ丸見え。あえてのスポンジ丸見えケーキですから。最後隠しますよ、待っててください。ひげすらおしゃれ。ほら、ありがたいコメントある。ひげすらを喋るのやめよう。
全体に生クリーム塗らんの。最後塗ります。待っててくださいね。あ、事故ってんのは分かってるんですよ。失敗してんの分かってんだよ。ちょっと待ってください。でもさ、お店にこれ売ってたら買うくない？買わないよね。なんか、手作り感があっていいじゃないですか。いやもうね、クリスマスは参っちゃうよ、ほんと。街中カップルだらけで。ねえ。え、買わん買わん、買えよ。私が作ってんなら買ってくださいよ。よし、じゃあ最後の工程。あ、ちょっと待って、クリームだけ塗らさせてください、じゃあ。ちょっともう音が。どうですか今、クリぼっちだよって人、手の絵文字を送ってください。私が寄り添います。クリぼっちだよって人はコメントで手のあれを送ってください。めっちゃクリぼっち。笑っちゃいけないけど。これ見て！みんな、ちょっとコメント欄で話してみんなで。ほら、意外とみんな一人だよ、今。めっちゃ、いや。いいじゃない。ここで繋がってみんなで。繋がっていこう。チームワーク大切。よし。さあ。マジで。サンタさんの。助けて、チョコレートいきますか。いやいや、噴射がすごいんですけど。あ、でもじゃない。勢い大切、ここ。よしよ。あ、いや。全部犠牲にしてても俺はこのケーキを完成させる。よし。よし。ありがとうございます。え、よくない？急によくない？で、最後に。ちょっと飲ました。あ、やだ。失敗するのが見えてるから。じゃあチョコレートと、名前何でしたっけ、これ。カラースプレーあ、違う、これカラースプレー、これカラースプレーっていうの。全然スプレーじゃないでしょ。はい、いきます。あ、楽しいね。みんなのために作ってますから、今。さあ、なんて書きましょう。なサンタは困ってるよ。なんて書きましょう。コメントで。
ゆうと、オッケー。ゆうとって書きます。書くスペースがない。え、大丈夫、大丈夫です。頑張る。いや、ほんとパティシエさんたちすごいわ。600人も見てんの？やめて。ちょっと待って。ちょっと細い。細い。もうちょっと頑張って。あ、はい。ということで、これに盛り付ければいいですか？そのままでいいんじゃない？これまでいいか。そうですよね。じゃあ、UT と書きました。あ、見せたくないな。もっと拍手。ありがとうございます。よし、じゃあケーキが完成いたしました。ケーキができて、クリスマス、ここに、飲み物があります。まな板の上で食べさせていただきます。お皿が非常に怖いんですよ。乗るかな、でも。あ、木、4等分で。写真撮りましょう。単品。嘘でしょ。ちょっと待った。誰が欲しい。ちょっと後でね。いや楽しいよここ。いやもうね、ほんとスタッフさんだってすごい、マネージャーさんとね、今ここには YouTube を編集してくださるお二人がいるんですけど、非常に楽しい毎日です。はい。いいでしょう。ありがとうございます。いやほんとね、今回のね、大丈夫ですか？ OK です。いや、非常に楽しい。いや、4等分します。これ食べないっていう選択肢はある？ないですよね。食べます。意外と切り分けは上手なんですよね。うえい、一人で盛り上げます。いい、悪くない。意外と。はい。誰だ意外とって言ったの。誰だ意外と。よし。バカでけえ。8時に食うものではないでしょう。意外とうまいでしょ。ほらほら。じゃあ、行きますね。願いを込めました。
普通でしょう。いや、それ、それはそうでしょう。いや、非常に楽しい、楽しいです、今。ケーキの味、うんぬんより楽しいです。だって今、約、TikTok の方何人見てらっしゃるの？でも200、あ、なんかすげえ顔がでかくなったり小さくなったりするの嫌なんですけど。260。260人。900人ぐらい見てます。900人ぐらい見てますよ。まあね、まだ、だって言うて、活動し始めて、まあ2ヶ月ぐらいですかね。あ、違うわ。12月の13日にソロデビューを果たしたので、まだ2週間か、でも。2週間ぐらいですよ。2週間ぐらいなんですけど、非常に、たくさんのね、お仕事だったりをしてるんじゃないかなと思います。うん。安定してしません。ちょっと食べたいですか？でも皆さんケーキ食べてほしいな。クリスマス。強そう、ケーキ。フィジカル的に、はい。すごい顔がなんか嫌なんですけど。一回止める？ね、本当にね、何でしょうね、ちょっとお仕事の話をいたしますと、すごい試行錯誤を今してて、本当、まあ、大きい事務所に比べたらまだ小さい事務所ですけど、一人一人が何十人分の、お仕事をこなしててですね、今、すごいです、本当に。うん、非常に誇りに思います、今。それなんか全部ちょっと下げたら、そのレベルを。あ、全部じゃなくて、ちょっとずつ、10ぐらいにしとけば。はい。で、そうですね、自分も、意外と意見を言ったりとですね、あと、そうですね、あれは言っていいんですかね、雑誌の名前。アーンさんにも、インタビューを受けてですね、そこでも、はい、いろんなことを語りました。非常に、あさってですね、皆さん、アンさん出るので、ぜひ、たちのページ、チェックしてみてください。ということで、本日は、まだですよね。おっと、いいよ。緊張が走りました。ちょっと、お話しタイムしますか。予約したよ、ありがとうございます。アン出ますので、ぜひ、はい。泣く。次ね、次いつ会えるかな？早く会いたいんですけどね。皆さんにね。早く会いたい、本当に。歌聴いてるよ。ありがとうね。たくさんの方と、まあ、動画でコラボしたり、それこそ日本帰ってきて、レン君と一緒に動画撮ったりですね、お話ししたり、非常に充実した日々を送ってます。関西来ないの？それこそサイン会をした時にですね、京都から来たよって方がいらっしゃってて、すごい遠くから来てくださってて、もう感謝いっぱいでございました。不審者。ああ、そうですね。ちょっと、もう40分でも、意外といい時間。クリスマス終わっちゃうよ。年末、大掃除が待ってます。皆さん、お部屋は片付いているでしょうか？誰なんだっていう、そうですね、足立優斗12月13日にラットガール、ファーストシングル出しました。
非常に足立を応援してくださる、皆さんがいてですね、まだ、スタートしたばっかりですが、来年も、素敵な、曲を書いてですね、皆さんの前に、立ちたいと思っております。それでですね、はい、足立優斗を、応援してくださるファンの方のあれですね、ファンネームを、社員一同考えまして、はい、今から発表したいと思います。ちょっと食べますそうですね、ショーケースの時にも、古谷さんがおっしゃってくださったんですけど、足立優斗のファンっていうのはちょっと自分的には固いかなと思ってて、足立優斗を応援してくださるファンの子たちに名前をつけたいなって冷静に考えて、この格好で言うことじゃないのでそれね、でもちょっと、まあ、クリスマスね、プレゼントとして、僕を応援してくださる皆さんに、はい、行きたいと思います。足立優斗のファンネーム、アーチに決まりました。はい、アダッチでもないです。アーチにしました。アーチと、そうです、アーチです。アーチとは、自分なりに考えて、このアーチあるじゃないですか、その橋にも使われる、アーチ、皆さんとの架け橋をね作るアーチ、はい可愛い名前ですよね。意外と皆さんを僕はこれからアーチと言います。呼ばせてください。ここで働かせてくださいアーチに決まりました、皆さんね。ちょっとクリスマスの日に発表しようか、まだ先にしようか悩んでたんですけど、まあ素敵な日なので、名前を付けさせてもらいます。だから皆さん、足立のファンではなくアーチと名乗ってください。そしたら僕もアーチのみんなって呼ぶので、はい、書きます。でもそうですかスペルがちょっと今まだ悩んでて、急になんか講座みたいになってるんですよ急になんかなんか受けたくない人の授業の、どうしましょう。でもローマ字で、CHI でいいですか。あ、ちょっと考えますねまたね、そういった鍛錬はロゴとかが大切になってくるので、何の時間だったんだっていう感じなんですけど、でもアーチです。はい、本当はね、自分のね、名前にもしようかなと思ったんですけど、最初それもやめて皆さんに託すことにしました。ファンクラブはまだです。だからもう少しだけ待っていてください。はい、よしよしって言ったら終わっちゃうよねそのやばいよ。どうですか皆さん、2024年迎える準備できてますか。ずっと待ってます、ありがとう。終わりたがるじゃんじゃないんですよ。なんか皆さんがね、お仕事終わりで疲れてるかなと思って TikTok の方を読みたいと思います。ひげ長すぎておもろい、わどた。ゆうとくん、今日タワレコ渋谷のパネル最終日だったから行ってきてありがとうございます。俳優活動はやらないんですか？特に決まってないです。ゆうと、メリークリスマス。ケーキ食べた？
あと今来てくださった方にもさっき作って食べました。イエイ、ダセーはい、一回スクロールしたけどあたちってなって戻ってきました。ありがとうございます。ヒゲ邪魔じゃない、呼吸できてないです。はい、あたちありがとうございます。自分もぼっちだったんですけど皆さんのおかげで素敵なクリスマスになりました。はい、これアーカイブに残ります。あ、残るみたいです。皆さん、アーカイブって何ですか？でしょ、なんか残る、そうですよ、動画が残るやつですよね。それはアーカイブって言うんだね。はい、はい、よし、じゃあアーチー、ちょっと照れるね、へへやばい、よし、終わりか。よし、じゃあ、でも意外と46分、長い配信でございましたが、皆さん、もうね、ずっと600人も700人ぐらい YouTube の方は行きそうで、はい。TikTok の方もありがとうございます。メリークリスマスです、皆さん。アーチ、あ、そう、アーチです。アーチ。また、あ、なんでもないです。なんか言わなきゃいけないことありましたっけ？ないですよね。ちゃんと偉いでしょ？またね。I love you so much. Thank you. こんばんは、ヨロ君。皆さん、じゃあまたお会いしましょう。素敵なクリスマスをお過ごしください。バイバイ。あっちー。